返せです。本当はこの2本ぐらい下に。おお、ナイスです。なんで飛ばした？はい、クリジャームネズです。本日は、由布高原ゴルフクラブに来ております。はい、本日は定方プロと、はい、山田君と回ってます。お願いします。概要欄にインスタグラム貼ってますので、ぜひフォローお願いします。お願いします。7番ホール、パー3の190ヤード。はい、下り入れたら164。ピン手前。8番アイアンでいきます。左から風、うん、グリーンでかいね、うん、高い球だよこれ。ちょっと届いて。どうだ、やばいかも。いけるでしょ。うん、どこ行った？届いた？届いた、乗ってます。乗っと。ギリギリ乗ってます。そう。ギリギリ乗ってます。ちょっと困りよった球が。こわ。ねえさ。北九州オープンの時にグリーンが硬すぎて、ああいう試合に出たのが初めてだったんで、はい、止まんなくて、でもユーティリティ入れたりとか、アイアンも変えて、そう、高めの球を打てるようにね。はい。じゃあ8番でいきます。てるんじゃな、これどこ行きました。ちょっとピンの右ぐらい。ナイス、ありがとうございます。164ヤード、7番、はい、でかっ。今のはあれですか。だって今あのグリーンの奥に着弾するってことはまだあと10ヤード以上飛んで174。なるほど、なるほど。抑えて抑えて、アゲンソ、アゲンソでしょ。分からん、標高が、標高が何メートルあるの。涼しすぎる。ここね、850メーター。あ、そんなあるんですか。標高850メーター。なのでツアー会場でやるところで行けば、例えば御殿場太平洋、御殿場、そんなに御殿場コースで約1000メーターぐらいなのかな。そんなにあるんですか。で富士桜、あ、はいはい、で約1300とか、そんな高いところだったような気がする。何県？山梨県。山梨県です。山梨県です。山梨県出身なんですか。あ、本当に？はい。甲府。甲府です。本当。え、今いくつ？今30です。今30歳。はい、いや、それこそこのウェアのね、ウノピュー。あ、ウノピュー、はい。のやってる人が山梨の甲府出身の人たち。そうなんですよ。が、東京でこういうウェアのブランド展開を。ウノピュー。ぜひ、おしゃれ、一回来てみてください。山梨で、甲府で、ウロピュー、ねえ、着らんと、着ないとこれ。定方プロと、じゃあちょっと用意させてもらえますか。本当に、マジで嬉しい。俺もウロピューに乗りたい。え、なんかあるの。いや、ないんですけど、リンドバーグずっと着てるから、好きで着てるから、うん、なんかリン、はい、じゃあちょっと紹介しましょう。おね、なんかやね、繋がってるからやっぱりね。ですね、うん。じゃあこれは逆目の、はい、ラフで、まあ登ってずっと下りながら、はい、池の方に、下ってるアプローチですが、正直これは、めちゃくちゃ難しいですね。難しいですね。イメージはどう。まあ、でもイメージは少しフェース開きながら
上からトンと打つような感じで、こんな感じでボールを、乗った4ヤードぐらいのところに落としたい感じです。転がっていけばワンチャン入ってくれるかなって感じです。おー、下る。おー、ナイスです。止まった。なんで止まった？男子プロが動画見るんじゃない？今もっとこう行きそうかと思ったら止まったね。いや、本当ですね。あそこまで出してそこで止まる。結構すごい傾斜。伝わらんよね、この傾斜。傾斜すごいよ。めっちゃ下る。この情報収集難しくない？止めれる人が打ったけん止まったのか。なんか傾斜が分かんなくなってきた。じゃあバーディーパット打ちます。はい、軽った。硬い。いや、打ちすぎた。バーディーパット。はい、いや、マジか。でもナイストライ。ナイストライ。ナイス。ボールのこう真っ直ぐかな。パパと。はい。ナイスパス。ナイスパッ。ちゃんとあのパター、これパター用の、はい、パター用のシャツ。短いんですよ。小学生から身長止まってるんで。短くして。今世界ナンバーワンのアマチュアの子が身長2メーター超えの、そんな人いるか。短い、はい、まあ、短いっていうかスタンダードの、はい、我々と一緒の長さで使ってるらしいです、ね。パターですか？2メートルの、あの全部あのあクラブもですか？うん、1セットが。へえ。ということは我々と一緒のクラブっていうことは多分彼にしたら相当こう短いっていうか。ああ。ことは僕が使ってるの長すぎるかもしれないです。まだまだ長いかも。でも32インチを短く持ってます。31ぐらいでも使ってます。もしかしたら、はい、最近こうやっぱ飛ばしにこだわってクラブも長くなってきてる。あ、昔はだってドライバーが40、そう42インチとか。え、そうなんですか？昔は。今45とか。今45とか、うん、3インチ。そう、昔はあのー、そんな短かったですか？木の、はいはい、時代は短かった。こう全体的に短かった。今はちょっとずつ長くなってきて、あ、それ今だから一番長いので今46インチ。あー、46。なんか純正で買ったら、市販で買ったらたまに46とかあるんで、入ってる、はい、長って思うで切ってもらってる。8番ホール、パー4の399です、はい。これも、狙いはですね、はい、左の一本木、狙いで行ってもらえればフェアウェイど真ん中に帰ってくるかなと。また傾斜がこうある感じの、ね、はい。じゃあ2番ユーティリティ。あー、引っ掛けた。全然違うとこ行った。あっ、
全然大丈夫。あ、そうです。逆玉裏ルート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 15番ホールの裏ルート左右、15番の左ラフからもうポンと。昔あのケアに見に行った時にあのロングで上りのロングで叩くプロが隣のパー4から上の林あの木越えてバーディー取ってたの見ました。めっちゃこんなやつ覚えと覚えてるんだ裏ルート裏ルートドライバーでいきます。おお、曲がりすぎた。これも？これはもしかしたらでもフェアウェイ落ちてきてるかなって感じの場所かな。じゃあ5番ウッドでいきます。はい。ナイスショー。でもいつもほか YouTube 撮るときはどこのコースに？いつも、あ、そうですね、福岡県内が多いですね。もうレイクサイド、セブンヒルズとか、はいはい、まあ、あそこは佐賀になるんですけど、セブンヒルズとか、いろいろ、この間もあの KBC オーガスタのケアドリブとかも行きました、はいはい、高麗グリーンで難しいよね、あそこ。あ、これ隣？隣ってこれ、これかな。あ、もうここ、あ、さっきの一本木か、はい、長っ。はい、風が右からのアゲンスト、はい、打ちたいところはでも100グリーンも硬いんで70ヤードくらいのところに落としたいんですけど、はい、どうかな、フライヤーかかるかな。フライヤーかかると想定してでも8番にしますね、はい。ナイスです。ちょっと上なんですか、イメージより。イメージより 今ここが、はい、ここが打点だったけど本当はこの下で2本ぐらい下に。そんな繊細にすごい155ヤード、はい、ゴロでもいいんで、ゴロでとりあえず抜け出そうか、うん、5番やる。お、うまい。お、ナイス。ナイス。いいとこ。これラインの一本目。一本目。はい。狙った。狙ってました。来た。はい、こっち。あったね、左ラフ。はい。こっちイメージは、はい、あのこっからボールが2つ、はい、ボールが2つ見えると、はい。あれのちょっと右手前に残すようなイメージ。こっちから打ってるんですよね。こっちから打って、ちょっとこうポンまあ泥かからなくても全然 OK。もうあのハゲた茶色いところにポンって、こうい、あ、いやあそこにボールが残ったら OK。あ、残ったら OK。あれ行き過ぎるとラフになるからアプローチが難しくなるからあのフェアウェイで止めるイメージ。もう自分だったらこっちにまず刻むか、こっちから挑戦してました。こっちってあえてこっちっていうのは狭く見えるんで。うん。いやまあでも次のこと考えれば確かにここでリスクを負った方が。そう。オッケー、おー、うまい。オッケー。うまい、うまい。止めて。あ、止まった。いや、フェアウェイ来た。おーし。でもこっち行くと、バンカーに入る可能性もあるから、結局弱くなる。緩んだり。そう、緩んだりするから。はぁはぁ。こっちだったら、まあ、抜けてもラフだし。こっちで成功しても結構距離残るしっていう。こっちだったらトンってアプローチ寄せれば、
ワンチャン 2,3 メートルのパーチャンスにつくから、意外と狭いけどなんか いけんことはなかった。抜ければリスクが少ない。56度でいきます。いいよ。で、いいんじゃない？お、ナイス。オッケー、オッケー、オッケー。うまい。いやいや、世界ナンバーワン、多分シェフラーでもあの、多分あのアプローチはできないと思います。いや、本当に。シェフラー以上。いや、今結構寄ったでしょ、今。いや、もう完璧です。すげえ。シェフラー超えですか？いや、なかなかできないと思います。最高の褒め言葉。最高の褒め言葉。いやでも、はい、あえて見たかったのは、ここからピンの奥に2メーターぐらい奥に落として、はい、バックスピンで戻して寄せてくれたら、はい、多分試合で周りにいるギャラリーは、はい、もうテンションバリ上がり。OK。 お手本ね、同じとこ、ま、これは足を使って、はい、いきます。なのでちょっとこう60度の転がし系でいきます、はい、これだ。うわー、うまっ。すげー、やばいって感じですね。やばっ。やばい、お手本すぎるね。入りすぎた。もうナイス。一つあえて言うならば、さっき構えるとき、はい、ちょっと後でやりましょうか。じゃあ、あのアプローチを、はい、ナイス。だいぶ多分球ってクラブの入りが変わる、ボールに対して。おー、ナイスパー。ナイス。あー、簡単にパー取れた。ナイス。あそこから。あれは。左の今のちょっとアプローチ、あの転がしのアプローチを少し1個だけ、はい、普通に構えて、さっきみたいに普通に転がし超優良級や。転がそうと思ってそこに OK。 これね、はい、これ、転がしに行くのに、はい、ボールが今、ペースはこうね、はい、これ90度じゃないの、わかります、はいはい、90度になるとこういうこと、はい、ということは90度にしようと思ったら、そう、ここに足を持ってで、クラブ構えてもらって、ここでこれで転がしに行った方がボールがよりターゲットに対して転がしやすい。まっすぐ、さっきの打ち方だと滑りやすい、あーボールが滑りやすい。これでちょっと転がして、あー、はい、おー、おーおーおー、え、ターゲットに対して行きやすいんです。そう、ターゲットに対してやっぱりフェースが直角に当たらない、ターゲットっていうか、そう、飛ばしたい方向に対してクラブフェースが直角に当たらないとボールって押しにくいから、角度がついて当たるとやっぱボールって滑る。あ、やっぱ直角に当てた方がよりフェースに乗るから押しやすい。これもう全部もう足を引いて全部アプローチするんですけど、じゃなくても普通に90度、その構えとフェースが90度で当たるように
こうイメージを、うん、そっちが出しやすい、出しやすい。いや確かに今のイメージの場所にはめっちゃ出ました。え？転がし限定。転がし。これは転がし限定の。普通の時はちょっといい。あ、もちろん開いて。抜ける感、擦り感をなくすために少しこう。うん、確かにちょっと擦って、ちょっとスピンかかって手前っていうのが結構ミスで多くて、ミスでもないんですけど。うん、転がしだからもうちょっとこうボールがしっかり転がってくれた方がいいかな。この山形君のアドレスを見て測ってるんですか？それか、あ、ボールの回転もやっぱ、いや、ボールの回転も見て、構えも見て、あ、そういう球が出るんだったらこうした方がよりはははは、あ、よく今転がしたけどボールってこすって転がっていってたから、ちょっとスピンが入って、スピン入りながら、はあ、スピンは入るけどサイドスピンじゃなくてしっかりこう転がるスピンを入れた方が、へえ、俺ら見たらね、あ、転がしたって、いい転がり、へえ、転がしたってなるけど、回転までアプローチ、サイドスピンがありすぎるとちょっと読めない、読めない、あ、こうラインに乗らない、なるほどなるほど。全然ドライバーでもいいし、234ヤード地点に転がしても結果ドライバーとしてのとこに行くと思う。右ってこれ OB なんで、右は OB じゃない、広い1番ホールの、あー、あのさっきの T グラウンドの横で、もあっち行くと、あの右からのあのピンに対してはグリーンが下るからアプローチが難しい。ああ、そういう考えだったら左の一本木の上ぐらいにバーンと打って、うん、グリーンを広く使える方が寄せやすい。よし、じゃあ最初ホール9番ホールです。372パー4です。うわ、アゲンストか、アゲンガル左から、あ、ちょっとあるかも、ね、うわ、風ちょっと考えとったけど、もうちょっと左か、はい、だ、あ、お、大丈夫、やっぱ左からの風です。いやすごい、ナイスショーです。ありがとうございます。あれ転がしていく、転がして、転がして、多分、うん、カトビックのこう下の方までこう3番ウッドで、もうね、今日ドラゴンズもなんかこう右手が死んでるからどこに行くか卓球のせい、卓球のせい、卓球のせい、このウチッカーが痛い、このパーン、綺麗な球ってます。あれもうフォロー、まあ低く出すイメージ、低く出す、素振りで分かったね、なんかフォロー変わったね、うん、パーン、あー右ちょっとこれむずい、木に当たりました、木に当たった俺、はい、マジ、いやでもあそこから、はい、でもアプローチを、はい、そういう止めるアプローチを練習してほしい。いやマジで、もう北九州オープンですっごいこんな砲台でも、うん、こんな下りでもビュビュって止まりよったよ、うん、すごかったもん、サンドボール。ボールは何使ってるんですか？タイトの、X、 赤、赤色の、赤色の、あんなんが打てるようになった。あ、これ右に1個あるね、はい、あ、ここにもあるね、これはでも転がってて、1個で保ったら傾斜を使うんです、傾斜を使う、ドライバー打っても、もう、まあドライバー打ったら、ちょっとした
したバンカー跡みたいな、あ、はいはい、くぼみに、くぼみに入っていく。悪くはないけど、じゃあ94ヤードで58ヤード、オッケー、ナイス。オッケー、ナイスショー。ありがとうございます。ピンをかけようとして。そうですね。もうフェードでこういうイメージ。イメージね。でもちょっと右にそのまま回って。あ、今行った？今まっすぐ。はい。ちょっとスティープに降りてくるんですね。スティープ。こう立ってこうプラス。ああ、そうですね。ここを来てこう降りるから。イメージは。この角度で上がったら、この角度で降りてくる、はい、そうこの角度で上がって、この角度で降りてくる、左にこれをスティープって言うの、スティープの対義語ってシャロー、シャロー、あーみんなシャローイング、シャローイングっていう、はあはあ、山形君はこう立ってるの、立ってる、こうやって上がって、こうやって降りてくるから、あ、だからちょっとスムーって感じになる、カット気味、上からちょっと鋭角にこう降りてくる、うん、なんかいつもとね、ちょっと調子が違うもん、ね、違うね。78、はい、奥から戻します。いやいやいや、そんなちょっと見てみたい。いやいや、それちょっと見てみたい。それは無理です。ちょっとなんかさっき褒められたけど。イメージは、イメージは手前からトロトロでいいやけど、いやでも、はい、傾斜もこれちょっと左足下がり、ちょっとこうなってます、うん、そうそう、難しい、球が低く出るから、うん、低く出る、低く出る、なので本当これはバックスピンで戻すとかは無理です、まあ無理な話です。ちょっと冗談言いました。60度でいきます、はい、でも止まるか、止まれ、おー、おー止まった。戻ったんじゃない？全く戻ってないけど変な打ち方だった。いや、うまかったじゃない。どこ当たったの今。いいとこ当たった。これこれこれが実はスピンのかかる、あ、そうなんですか、秘密っていうか、この1本2本のところで、あ、はいはい、当たるとスピンがかかります。ちょっとこっち上の高値、上に行くと棒玉っていうかスピンが、スピン量が減って、下に当たるとスピン量が増える。ちょっとフィニッシュめちゃくちゃダサかったけど、あれがちゃんとフィニッシュが決まってたらね、今なんか体先行ってこう手が後で行ったんで、めちゃくちゃ近い、侍みたいな。めちゃめちゃ近いでも、うん、いやさっきのいい球が見たな、はい、イメージは、イメージこれ何やろだ、12、3ヤード、はい、イメージは、しっかり3バウンド目ぐらいで止まるようなアプローチで、はい、ちょっとスピンを入れていきたいと思います。うわナイスです。イメージ通りだったけど、ちょっと右に飛んだかなって感じですね、うん、でもイメージはなんか3バウンドぐらいで止まって、ここに当たってるんです、今の ここですね、1、2、3、4、4番目と3番目の間ぐらいに当たってる感じですね。ピッてなんか音が、音がね、音がボールだけど、うん、アプローチは毎日練習、今もされるんです。アプローチは結構練習しますね。なんかショットよりもアプローチ、ただなんかアプローチってずっと練習できるから、ショットって言っても、うん、やっぱ200球とか打つとやっぱ疲れる、ね、体が。ただアプローチとかはなんかずっとグリーン周りで、はい、ね、2時間とか練習しても多分疲れるけど、もちろんでもこうショットをなんか2時間打つよりは体力的にも全然。パターも全然1時間2時間打ってもいいけど、ショット1時間2時間って打てないから、
崩れちゃいますね、スイング。アプローチとかするのはすごい好き。はい、お先行きます。はい。はい、ナイス。今日はなんか佐々木プロにいろいろアドバイスもらえるんで、めちゃくちゃ回りやすい。ね、リズムはいいね。結構トラブルあったよね。リズムいいよね。うん。え、キャディに向いてるの？知らんことがまだまだ多いね。そうね。本当に。まだ引き出しが多そうだね。バーディーパット行きます。はい。伸びだー。逆か。逆？あれフックでしょ？山どっち？山はこっちだったんですけど。はい、じゃあフックです。はい。ということはこれもやっぱスライスなんですよね。なんか真っ暗ってやつですね、たぶん。うわー、ナイスです。はい、ありがとうございます。ナイスバーディーです。簡単に。じゃあ前半ありがとうございました。後半もお願いします。お願いします。ゴルフが今日楽しいですね、じゃあ。え、息子さんと勝負して負けることとかあるんですか？うわぁ、うわぁ、マジで20万人のキャラがもういるの、ちょっと想像してみて。悪い悪い緊張してる。